明日はクリスマスイブだな。うん。あ、青になった。あれ？携帯。あ、あ、あった。あ？ああ！何？爆弾？爆発すんの？何？何？何？痛い。え？何これ？空から落ちてきた？おもちゃがいっぱい。まさかサンタからの落とし物だったりして。なわけないか。まあ誰が落としたかわかんないけど。誰か取りに来るかな。家の中にとりあえず運んで。あ、お預かりしますよ。まったく。しょうがないな。もう。あ、これ結構重い。ああ、こっちはバイト終わりで疲れてるっていうのに、あんな大きなもの空から落っことしてきてさ、ぶつかって危うく怪我しちゃうとこだったじゃんね。今日はあのでっかい落とし物、誰も取りに来なかったな。おじいちゃん。なんじゃこれ、全然使い方がわからんわ。おじいちゃん、サンタの木って何？ああ、この町にはな、昔サンタが植えたという木が森にあるんじゃよ。毎年この時期になるとサンタがその木を見にやってくるそうじゃが、どうかな。おじいちゃん、あ、朝、サンタの木、行ってみようかな。うん。昔、おじいちゃんが教えてくれた場所、合ってるかな？あ、行ってみよう。うん。これ、結構、重い。ああ、重い。これだ。これがサンタの木。誰が飾り付けしたんだろう。よいしょ。本当にこれサンタのかな。てかサンタ来るのかな。ほほほ、優しい人がおるもんじゃな。これでプレゼントが届けられる。何の音？え？何これ？プレゼント？フロムサンタ？え？嘘？大人なのにサンタからプレゼントもらえるなんて、信じられない。あ、かわいいバッグ。サンタの飴もかわいい。お礼かな。みんないい子にしているかな。素敵なクリスマスを。メリークリスマス。ほっほー。